阪神ドラフト1、中大、西舘勇陽が有力。阪神岡田彰布監督は26日のプロ野球ドラフト会議の1位候補として右投手を指名する可能性を示唆した。25日、都内のホテルで行われたスカウト会議に参加。予定通り1位は公表しなかったが、ワンでは最速155キロの中大、西舘勇陽投手が有力とみられる。他球団の動向をチェックしつつ、ギリギリまで熟考を重ねる。また巨人阪神でくじ引きかよ。くさ、やっぱりな。うせやろ、関西ってのは何だったんや。外したら上田なんやろ。巨人阪神とかいう補強ポイントが真逆なのに、なぜか毎年くじこむるやつら。岡田のくじ運がね。日韓以外は常広なんやけど、日韓は確信あるんか。日韓だけにしなてやな。各紙の本日の予想多数一覧。阪神常広、日韓だけにしなて、広島常広、横浜投手か外野、巨人西舘役投手中、渡来折り前田上田、千葉渡来竹内、福岡竹内、楽天西舘細野、西武竹内、ハム細野。西舘ってなんかトップが低くて角度なさそうなんだよな。だから意外とストレートで空振り取れないタイプだと思う。常広でこんなこむるな、下村でよくね。下村が佐々木千早みたいになりそう。西舘が常時クイックなのって、あれが一番球速出るからって言ってたけど、それって逆に言えばフォームになんかあるってことよな。まあ右は確定なんだろうな。実際青柳と西優が年齢的に衰えを覚悟しなきゃいけなくて、西純が伸び悩んでるからありではある。湯浅も来年どうなるかわからんしな。これで左はいかんわな。さすがに各紙が右予想出してるした分、常広か西舘やお。阪神はくじ細胞だろうし、外しても文句言われないの早いよな。くじ外して上田大河までが規定路線かな。わら、この感じ見てて思うわ、公言システムやめるべきだな。岡田がくじ当てるビジョンが想像できへん。創価単独狙っちゃった方が良さそう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。